愛知のダラダラジオ。はい、ということで今週も始まりました愛知のダラダラジオでございます。今タイトルね、皆さんには見えてると思うんですが、まあまあまあやってんなっつっておいおい疲れてんな愛知っていうね感じがするかもしれないんですが、今週はもう本当の息抜き会だって、ダラダラジオだもん、何言ってもいいから、まあ、なんでこのテーマにしたかっつうのはじゃあ理由があるんだ、まあ、大した理由でもないんだけど、まあ、ひとまず今週のテーマは、異性の好きな仕草っていうテーマ。もうさ、異性の好きな仕草について語ろう語ろうってラジオだけど、語ろう、みんなコメント欄で書いてこう本当に。でと思った、ちょっとあの前向きに捉えると、だってうちね、あの男性、まあ、女性の方が多分ちょっと多いかもしれないけど、ダラダラジオは、まあ、両方ね聞いてくださってるから、まあ、男の子が言う女の子の好きな仕草、女の子が思う男性の好きな仕草っていうのが書くことによって、ほらみんなにとってもさ役に立つと思わん？思うでしょ？ほらっていうことで聞くしかない違うんすよ。あのね、先月から3月からね、ありがたい、まあ、今年入ってからもうスケジュール結構パンパンずっとやってきてるんですけど、3月4月もうありがたいことに本当めちゃくちゃねこう忙しくさせてもらってて、こうインタビューを受けることがめちゃくちゃ多かったの。自分でこう真面目な話をすることがすごく多くて、で今4月24日の土曜日の深夜に今撮ってるんですけど、きっと昨日23と24金土ってテレビの取材があったんですよ、2日連続で。でテレビの取材って、まあ、長いんですよ。あの家に来てくださったんですけど、昨日が、2時間半ぐらいかな、で今日が4時間ぐらいやったんですでもずっとさ緊張感もフル状態で、もう真面目な話、真面目な姿を撮ってもらってたから、もうね、もうちょっと今日ふざけたいふざけたいっていうか、もうなんか真面目な話じゃないところの話がしたいっていう欲求でこうなりました。すいません、謝った、許してたまにはいいよねということで、まあ、今週はね、まあ、自分も思う異性の好きな仕草について、まあ大地の大して興味ないだろうけど、まあまあそれはさ、みんなでコメント欄で盛り上がっていけたらいいなって話。もうなんかいつもよりもさ再生回数がえげつなく減ってたら、もう分かった、もうやんないから、真面目な話するから来週からということでね、まあ、今週はこんな感じでいきますで、この前ね、電車乗ってる時に、あるね、あの子なん多分高校生かな、女の子の、まあ、大学生か高校生かぐらいの方がね、その席を譲ってたんよ、あのおばあちゃんに席を譲ってて、でおばあちゃんが俺言うじゃないですか。で俺基本的に電車なんか立ってるんで、いつも立って、あー素敵だなと思って見てる時に、その女の子はね、おばあちゃんがその挨拶した時に、まあ今さあんまこう声出さない方がいいじゃんか、その、まあ、のコロナの関係で、だから北さんもそれを考慮して、すごいね、まあ、マスクしてるからさ目元だけなんだけど、目元でねニコって笑って会釈をしていったの、おばあちゃんに向かって。もうね、そのさ、そのね会釈してる姿がねめちゃくちゃキラキラしてて、うわすげえ素敵だと思ってもうおじちゃんドキドキしちゃってドキドキするとあれだな、意味合い変わってくるけど、なんかすごい素敵だなって思ってて、でもともと例えばさ、みんなも異性のさ、まあ、異性同性でもいいんだけど、どんな表情が好き、まあ、どんな表情、まあ、仕草で言ってんだけど、今回テーマはさ、でも俺その昔からね、まあ、めちゃくちゃありきたりでさつまんねえ男だなと思われるかもしれないんだけど、まあ、私本当に笑顔が好きで、つまんないでしょ、ごめんつまんないんだけど、これが本心なんだ、そう笑顔が好きなのよ。でやっぱ笑顔ってさ、男女関係ないし年齢関係なしに、やっぱ素敵な笑顔する方ってめちゃくちゃ素敵なんよ。同じ同性でもね、うわこの人の笑顔やべえなって思う人いるから。そうで今はマスクしてるからさ、笑顔って基本的にやっぱ口元ですごく表現、まあ、目元もあるんだけど、口元でやっぱこう伝わるものがあるんだけど、それが隠れてるじゃんか。だから余計にこう目元に全てのさ情報を収集しようとするから、うん、表情のね、なんでその目元パワーがさ多分昔よりもすごく感じるんですよ。でそれでたまたまね、ふとそのおばあちゃんに譲ってる光景見た時に、うーわーって、この子はきっとめちゃくちゃこう心が綺麗なんだろうなとかっていう、まあ、どうでもいいこと思ってたんですけど、でそれ見た時になんか聞きてえな、いつかね、いつか何かの機会でみんなにこのなんか好きな仕草というか、まあ、好きな表情というか、まあ、好きな言葉とかでもいいわ、
これをね異性でも、まあ、異性も同性でもいいよもね言われると嬉しいなみたいなのがちょっと話したいなって言ってちょっと今日に至ったわけよ。うん、だから書いて。もう多分俺いつも読むけどダラダラジオのコメント欄とかも読んでるけど、多分いつも以上に見させてもらいますんで、あなるほどって勉強するわ特にあの女の子がね書いてくださったやつとかは、うん、でも笑顔にさ共感してくれるのって割とね分かってくれる方多いんかなと思ってて、ただなんかこのってこういうテーマ喋るときにさちょっと気をつけなきゃいけないなって思うのが、そのそこに当てはまってなくてへこんじゃう子とかいるじゃん。で例えば俺いっぱい食べる人が好きなんよ、あの女性でも、まああれよ、なんかその何大食いファイターみたいなとこまでまあ求めてないですけど、すごい小食でこうなんだろう、ちょっとずつ食べる子よりも結構普通にいっぱい食べてくれる、そう食べて美味しそうな姿を見るのが好きなので、で言うとでもその小食な方からしたらさ、そうなんだってなっちゃうじゃん。でもそういうことじゃないのよ。 そこだけはちょっとご容赦いただきたいんだけど、うん、だったりとか、あとはなんだろう、でもやっぱ笑顔かな。そう、まあ、俺あんま引き出しがなかったね喋り始めてるのにめちゃくちゃ引き出しがなくてちょっとごめんって思ってきたんだけど、そう、ああでもねこれはどうなんだろうな、あれね、ちょっとこれ話それちゃうし、この話するとちょっと女の子引くかもしれないんだけど、例えばさ夏場とか、夏場でもないけど、あの女の子がねその服でさちょっと胸元が緩い、胸元が出てるんじゃなくて緩くて前かがみになるとさ、ちょっとあの胸とかが中が見えちゃう服とかあるじゃん、前かがみの時になるでしょ。そういうのをちゃんと気遣ってというか、ちゃんと隠す子、わかる言ってること、前かがみになって見えちゃうかもしんないからって言って胸元ちゃんと自分で隠すみたいな、わかるかな。そういう仕草はすごくなんだろう、ドキッとするというかいいなって思うんです私。いやーなんかこれいらなかったトーク、すっごい、どうしよう、これ生放送でやればよかった、生放送でリアクション拾った方が絶対俺なんか無事生還した気がする。あやっちゃったかな。そう、なんかそれはね、なんか女性らしさっていうか、なんて言うんだろう、ちゃんとそういうとこまで気を配ってるのかなっていうのを感じたりするんだよね。うーんっていうのも、まあ、ふと思ったんで喋っちゃったんだけど、まあまあごめんなさい、なんかキモって思われたらキモって書いといてコメント欄に、ごめんって思ってあのハートじゃねえや、なんか押しとくわはい、まあ、って感じですかね。だそう、なんかその電車で見た光景がねすごく素敵だったので、なんかどんな姿でも、やっぱり笑顔っていいなっていうどうしよう、今回笑顔っていいなって話で終わっちゃったんですけど、はい、っていう感じでございました。ああそう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 、俺ちょっと話変わってしまうんですけど、パソコンくんがですねこの前壊れまして、ディスプレイがで修理出したのが、日曜からすると一昨日か金曜にね、そう復活したのでやっとね編集もできるようになったから、あの多分授業動画ね、あの今日とか昨日か投稿してると思うんですけど、まあ、ちょいちょいね授業動画もそう投稿するんで、そう話がさあっち行ったりこっち行ったりごめんなさいなんだけど、その昨日ね英語の中3の英語科を投稿したんですよ。現在完了の ④ か投稿したんですけど、まあ、久々だったんですね。でちょっとこちらの話になっちゃうんだけど、俺って授業動画と顔出しで何か投稿する動画って、まあ、2本柱、そこにダラダラジオとかもありますけど、一応その2本柱が強くあって、で高評価の数って明らかに、アドバイスというか顔出しで喋る動画の方が圧倒的に多くなるんですね。なぜかというと視聴数が多いので、中3の英語って言ったら基本的に中学3年生がターゲットになるんですけど、アドバイス動画だったら学年関係ないので、も見てくれる母数がもともと多いんです。だから高評価の数はその分変わってくるんですけど、低評価って基本的にまあ長くねいっぱい見られるやつの低評価っていうのはたまたま見てくださって押した方もいるので絶対ではないんですけど、初速の低評価ねはもう基本的にもう俺のハイチの動画には全部低評価つけたるからっていう人がいるので、同じなんですよ低評価の数っていうのは。だから同じ低評価の数で高評価のことが変わるから比率が変わるんですよね。そうで、授業動画ってやっぱ高評価の数が上がらないので結構へこみやすいんです私、そこにそう数字見ちゃうから。でも、まあ、昨日はね多分久々の授業動画だったからっていうのももちろんあるんですけど、
多分全然中3生じゃない方も再生してくれて高評価だけ押してくれた方が多分いる、多分このダラダラジオの聞いてくれてる方の中にもいると思うんですよ。ありがとうございます。昨日の授業動画に関しては高評価すごくいつもよりも多かったので、やっぱりね、授業動画ってちょっと孤独なんですよ。孤独、リアクションがあんまないので、そう、見てくれるのも長いスパンね、何年もかけて、自分も100万再生いってる動画、授業動画とかありますけど、何年もかかってるんですよ。だからちょっとこう頑張って撮ってるんだけど、レスポンスが少ない分ちょっと虚しくなる、孤独な戦いになりがちなので、その中でああやって高評価っていう形でね、応援していただけると、本当にやっぱ嬉しかったのでね、ちょっと改めてここでお礼言わせてもらったんですが、今回のダラダラジオは笑顔が素敵だったっつ話あとはみんなのなんか好きな仕草っつうかね、同性女性じゃねえよ異性関係なしにね書いてほしいなっつうとこでございました。ということで、こんなダラダラジオもいいんじゃねって思う方はぜひ高評価の方よろしくお願いします。なんだっけ、裏のデータ見てね、再生維持時間とかを見ても判断するんですけど、大丈夫そうだったらたまに入れるわ、こういう回も本当にどうでもいい話っていうね。皆さんの感想もぜひお待ちしてますんで、よろしくお願いします。ということでね、今週のダラダラジオは以上でございます。明日からまた1週間ね、頑張っていきましょう。ゴールデンウィーク前ラストか、ラストですね。私もまた、多分このダラダラジオ撮ってる時はいけると思うんで、明日月曜日に10時半ぐらいだったかな、 TBS の昼帯っていう、ニュース番組に、事前に取材してもらったものの放送と、あとリモートで生出演もしますので、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。で、火曜日にも夕方のニュースに出るんですが、ちょっとそれ告知していくかまだはっきりしてないので、 OK だったら概要欄の方に書いておきますので、月カードちょっとテレビに出ますので、よかったらチェックの方よろしくお願いいたします。それじゃあまた来週お会いしましょう。今週も頑張っていきましょうね。ではなんか最後グダったけどまた来週お会いしましょう。それじゃあまたね、バイバイ。